ボンジュープラントフルジャーニーの花子です。今回は6月の日本滞在の Vlog をお届けします。初めての4人での日本、最初から最後までバタバタでしたが、私たちが訪れた場所やお店などをご紹介していきます。それではご覧ください。行きます。ナイちゃん初めての日本です。ナイちゃん初めての日本楽しみ？ソマは？ねえ楽しみ、行ってきます。今日は無事に子供たちが保育園と小学校に行ってくれたので、るいくんと銀ブラしてます。どこ行く？デパ地下。デパ地下？デパ地下に行ってきます。かわいいね。せんべい。梅ゼリー。美味しそう。いいね、和菓子。何やったの？3万円のメロン。3万円のメロン？どれ？これは。あ、違う。2個。2個で3万円。すごいね。最近ソムリエの勉強しててワインに興味津々なるいくんです。ほんだね、これね。え、どこ行くの？東や銀座行く？行きましょう。はい、よし、行きましょう。食べよう。はい、あんみつとわらび餅です。プラントベースデザートだね。パリ の、 あの友達のあやちゃんという子があのブランドをやっていて、その子のポップアップがあるので遊びに来ました。こちらが、あやちゃんがやっているアローの伊勢丹ポップアップです。今日はこのイタリアのレコンスタンティーヌザイランというところでそのコラボの、バッグを中心にポップアップをしてるみたいです。すごいかわいい。職人さんが一つ一つ手作りで作って折ってるこのバッグですね。かわいいです。綺麗であればな。かわいい。着してみました。どうでしょう。かわいい。この腕のディテール、袖のディテールも可愛いし、パンツのラインも超綺麗ですね。さすがあやちゃん。じゃーん。さっき試着したシャツとパンツを買いました。やっぱりいいものづくりをしてる人から買って応援したいなって思ってます。今日は六本木に来ています。今ちょうど眉毛のアートメイクが終わったとこです。なんかちょっとやったばっかりだからちょっと濃いかもしれないんですけど、どうですか？すごい自然じゃないですか？嬉しいな。これで朝のメイクの時間も時短になりそうです。さてさて、これからランチなんですけど、その前にちょっと
寄りたいところがあるので行ってきます。やりました。パリでいつもお世話になってる吉見さんのメゾンランドマン日本のお店に初めて来ました。おー、こんな感じです。美味しそう、いい匂い。私のお目当てはこちらのプラントベースメロンパンです。こちらのバーガーもプラントベースらしいんですけど、ちょっと私はこの後ランチなのでメロンパンだけにしておきます。ではお土産にプラントベースメロンパンを持ってランチに向かいます。この辺かな。なんかヨーロッパだとほとんどレストランとかって1階にあるんですぐ見つかるんですけど、日本は1階じゃないところにあるから見つからないことが多いです。美味しかった。あ、味変ブーム美味しい。レンコンのレンコンの春巻き。レンコンとか本当にあのみんなので食べれないからすごい。そうだね、美味しかった。今日は、アタゴの精進料理を食べに来てます。ちょっと私の Vlog って食べ物ばっかりですよね。まあでもそれが一番の楽しみなのでお付き合いください。ありました、ダイゴです。ミシュラン2つ星の精進料理です。純子さんは私が多治見に住んでいた時からのお友達で、いつも私に、器を見繕ってくれます。乾杯。お疲れ様です。乾杯。乾杯。乾杯。これがメニューで、すごいね。美味しいね。お上品なお出汁だね。辛草さんつけ。辛草も、そうそうそう。素敵だね。フレンチも合いそうだね。もう
こういうね和食器はねどれを置いてもね、うん、似合うの、うん、美味しかったね。いや、すごい全部お仕事が繊細で、味も本当に優しくて、体が浄化されるようなお料理でした。かっこいい領収書をいただきました。あ、すごい。ビルの中とは思えない。すごいですね。ビルの2階に作ったんですか、全部。はい、そうですね。ランチが終わってディナーまでちょっと時間があるので宮下パークに来ています。洋服の展示会があるのでちょっと見に行きました。はい、ありました。よいしょ。カポックノットといって、この木の実をね使って作ってる洋服のブランドなんです。あ、プラントベーストって書いてある。嬉しい。こちらが社長の希少くんです。どうもどうも。これがカポックという木の実です。これインドネシアに生えてるんですけど、一つの木にこれが300個ぐらいあるの。すごい多い。でこの木の実の中にふわふわの綿がありまして、それがこちらです。うわー、柔らかい。布団みたいな。そうなんみたいな。これね、あったかいですね。そうなんです、あったかい。持ってるだけで結構じんわりあったかくなってくる。これコットンの8分の1の軽さなんで、めちゃくちゃ軽いんですよ。でこれをダウンの代わりに、羽毛の代わりに使えるんじゃないかな。うんうん。ナントベーストのダウンっていうのがね、これまでなかったと思うんですけど、ね、うんうんうん、あったかい。そうなんですよ、軽くてあったかい。これたった 500g でダウンの高さっていう、うん、めっちゃ素敵。いいね。ありがとう。これは明るく、めっちゃ相手の可愛い。電車も乗れそう。あ、そうなんです、ね、乗れる、ね、乗れるよね。これ今日閉まっちゃう。こちらお買い上げしました。エコバッグもついてくる。今日は、私も大尊敬の、米沢シェフのお店でディナー会です。西麻布の住宅街の一角にあるこちらノーコードです。はい、今日これから一緒にランチに行くセイラちゃんです。こんにちは。色が白い。並ぶと私の色の黒さが際立ちます。山から来ました。
楽しみだね今日、うん、楽しみです。行ってきます。おしゃれ代官山に降臨しました。来ましたここでルジャポン。日本滞在もあと残りわずかなので、今日は家族でディズニーランドに泊まりに来ています。ディズニーランド楽しみな人、はい。イタリアみたいだね。お子様セットです。まあ今日はプラントベースじゃないけど、まあいっかーっていう感じですね。見て、あ、かわいい。私はメニューの中で一番プラントベースに近い天ぷら膳にして、天ぷらを全部野菜にしてもらいました。本当はエビかな、だから一応そういう対応もしてくれるっていうことが分かりました。パプリカの天ぷらです。うん、本当に美味しい、ね、美味しい。ママにもちょうだい。あと、これしか食べうん、美味しい。もっと、うん、2人ともビビリでなかなか乗り物に乗れませんなんかうちの子たちが全然怖くて乗り物に乗りたくないので、ママは1人でスペースマウンテンに乗ってきます。イエイ。多分私がディズニーランドで一番好きな乗り物です。めっちゃ楽しかったね怖かっただいぶ疲れてボロボロですが、エレクトリカルパレードで行きます。シンデレラ、シンデレラ、ヨーロッパみたい。に来ています。朝から入れたのでまだ誰もいません。今日は早くも日本滞在最終日なので、るいくんとお土産ハンティングに行ってきます。頑張ろうこれバーミキュラどう？ 28cm、うん、ちょうどいい、ちょうどいいよね、かっこいいね、ね、
でメタルハンドルだからさ、オーブンにも入れられるし、でこっちがいいよね、うん、見えるよ、見えるように。すごいね、日本のキッチンツールはなんかやっぱりすごいよね。買い上げです。名前を彫ってもらいました。ヨーロッパはめっちゃ乾燥するんで、やっぱマスクかな。マスクも買って、こうマスクいっぱい入ってるやつでしょ。リサがおすすめしてたしな。どうしよう。結局デパ地下に来ています。ここでしか食べれない和菓子を食べて帰ります。お、宝の山みたいだ。すごい、お醤油がいっぱい売ってる。どれにしよう。おはよう、今朝の5時半です。ミラノに帰ります。というわけで日本滞在 Vlog いかがでしたか？振り返るとやっぱり食べてばっかりの旅になってしまいましたが、日本には本当に素晴らしい食文化があるなと改めて実感しました。次の動画では私が今回日本で買ったものをご紹介します。ではでは、またねー。